はい、山田でございます。今日は嫁花長野店の新人セラピスト三好さんに来ていただいてます。はじめまして、三好です。どうも緊張しますね。緊張してます。はい、それで今回まだどれぐらいですか、勤めて2ヶ月経ったとこ、ね、2ヶ月経ったとこぐらいなので、新しく入店されたセラピストさんが、まあ、どんな気持ちでいるのかっていうのをお伝えさせていただこうかなと思っております。でまず、うちを知ったきっかけとか、はい、何かありましたか。友人の紹介。お、友人の紹介、はい、友人はユーザー、ユーザーさんです。お、長野に来てる。上田店の、あ、上田店の、はい、へえ。でどんな風におっしゃってくださったんですか。なんかマッサージ店で働こうかなって言ってたら、うん、なんか、まあ、メンズエステとかで聞かれて、うん、メンズエステみたいな。あ、それって何みたいな。そう感じだったんですけど、うん、まあなんか一応なんかいいよって聞いたので、うん、まあちょっとお話聞きに行こうかなって言って、うん、連絡しました。あ、そうでしたね、はい、最初見学でしたよね。そうですね、見学とお話だけ、うんうんうん、そうだそうだ、うん、で、あ、ちょっとやってみようかなって決めてとかあったんですか。あ、まずその店長の山田さんの、はい、まあ、印象がすごく良かった、はい、おー、いいですね。あと結構多分、はい、最初にお話聞きに行った時に、うんうん、あれこれ質問したと思うんですけど、うんうんうん、はい、結構真面目に答えてくださって、はいはい、真面目ですからね。で、まあ、じゃあやってみてもいいかな、うん、みたいな。そうですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあお友達から紹介受けるまではメンズエステってあんまり知らなかったですか。知らなかったですし、ちょっとあんまりいいイメージはなかったです。あ、なんかエッチなサービスがあるんじゃないかとか。そうですね。まあ今 SNS とかね、 YouTube とか動画見てもなんかそういう方向にの動画が多いですからね、うん、そうですね。そういう印象を持たれる方もいるんじゃないかなと、うん、はい。でやってみて最初研修、はい、うん、受けましたよね。はい、受けました。で、三好さんって実はね、オイルマッサージとかをご自身でお金払って学ばれていたんですよね、はいはい。そんな中で一から研修だって言われたらゲーって感じでした。いや、でもやっぱ不安しかなかったので、うんうんうん、実際にこう人に施術するとかっていうのをやったことないかったので。ああ、そうか、身内はあってもね、はい、練習とかは。そうですね。じゃあまあ研修があるならやってみようかなみたいな。逆に安心しました。よかったです、はい、やっぱりね、そういう方をね、うん、僕らも欲しいと思ってまして。やっぱりすぐデビューしてすぐ稼ぎたいって方も結構いらっしゃって、はいはい、そういう方にはゲーって顔されちゃうんです。、まあ、私は安心しました。ああ、よかったですね、はい、ありがとうございます。そして、働いて、2ヶ月ということで、はい、いろんなお客様もご経験されたかと思うんですが、はい、印象と違かったこととか印象通りだったとか、働いてみてどうでした。働いてみて、うん、実際にやっぱ自分のイメージとか固定概念とかが取っ払われて、うんうん、すごく働きやすいなっていう感想ですね。じゃあもっとなんかハードなイメージ。そうですね、まあ、今でもちょっと三好がマイペースのせいで結構バタバタするんですけど。そうですね、はい、インターバルしっかりとっててもちょっとね。そうですね、まあ、どちらかといったらサービス精神旺盛でね、ギリギリまでしっかり接客施術してる関係でインターバルが短くなっちゃったりとかっていうところは感じますけどね、はい、やっぱ怖い印象とかもありました。ありましたし、やっぱ初日とか1週間ぐらいはもう不安でしたね、うんうん、どんな方がいらっしゃるんだろうみたいな。うん、らしい。ちょっとまだこう信じきれてなくて、うんうん、あ、その辺聞きたいですね。そう、信じきれてなくて、うん、なんか後から、うん、なんかこう小出しになんかその向き合ってくれとか言われるんじゃないかなっていう不安はすごくありました。最初店長はないよって言ってたけど、後からいや、やってよって安心させといて、うんうんうん、結局なんか本当はあるんじゃないかな。そうそっか。でもそれはなかったですよね。なかったです、ね、そこはね、はい、本当に健全でやってるので安心していただきたいと思います。はい、さあ、そして今後、あ、じゃあね、話戻るんですけど、はい、マッサージやってみたかった。そうですね、や
やっぱ資格は取ったものの、ああそうですね、資格を持ち腐れみたいになっちゃってたので、もったいないですよね。そうそう、せっかくなんで、うんうん、将来の夢も、おオイルリンパ関係なんで、おー、はい、将来の夢もちょっと出して大丈夫だったら、あ、ありがとうございます。夢を叶えるためにね、免税してる、そうですね、リラクゼーションサロンの経営をしたくて、おー、はい、もともと何年、8年ぐらい前から、はい、計画してた、そうですね、おただちょっと金銭問題がいろいろあるので、なかなか、ね、はい、そうですね、でも下準備として取っとくのはいいかなと思ったんで、あ、確かに、うん、で少しずつ準備をしてた、そうですね、で実際施術したことないから、じゃあメンズエステで経験積めるんじゃないかみたいな、そうですか、ですかね、はい、そしてその開業準備として、うん、稼ぎ、はい、もう言える範囲で、はい、想像以下、まあそんなに稼げなかったとかでも正直でいいので、あ、もうそれはもう思ったより全然稼げてます。あ、本当ですか、はい、あ、それは良かった、稼がせていただいてます。いや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 ね、実際ちょっとその閑散期があったりだとか、うん、2月3月とかね、でも最近ほぼほぼ入りますよね、はい、あんまり、うん、逆にちょっとご飯あんまりこう食べる時間確保できないっていうか、あ、確かに、はい、結構大食いなんですよ、こんな華奢な体なのそうそう、めちゃくちゃ食べちゃうんで、もうおにぎり 1,2 個じゃ足りなくて、はいはいはい、もうがっつりこうお弁当みたいな家で作って持ってくるみたいな、いや、コンビニで買ってきます正直でいいですねまあそんな感じでね、2ヶ月である程度稼ぎも稼げると、うん、はい、そしてマッサージの経験も積めて、で違法行為もなしで、はい、一応働きやすいとおっしゃっていただきました、はい、なので迷ってる方ね、いらっしゃると思いますけど、こういう先輩セラピストさんが活躍しているお店ですので、安心して飛び込んで来ていただければと思います。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。